あ、ギフトありがとう。こんばんは。ありがとう。そう、お仕事がありました。ごめんね、もう。バタバタすぎてさ。忙しすぎて。いっぱいさ、話したいことさ、溜まってるけどさ、ゆっくりさ、お話しするさ、時間がさ、取れなくてごめんね。そう。ギフトありがとう。リオツのショールームが癒し。え、嬉しい。そう言ってくれて。癒しだなんて。そう、もう眠つんすぎてもう寝不足すぎてもうやばい、キラーンもうめっちゃ今日は学校の後にレッスンがあったから朝5時に起きてそのレッスンのやつを覚えて、で学校行ってからお仕事でした。そうなんです。広島帰ってきてからも忙しそうで心配。そうなんですよ。昨日だっけ、昨日も広島帰った後リオだけお仕事があってレッスンがあったから、そうだって昨日もホテルでホテルで朝起きて5時ぐらいに朝覚えてでドンレミ行って広島に帰って夜までレッスンでした。仕事がいっぱいはいいことだよ、知ってますよ嬉しいことですけど、体調に気をつけてください。優しい、ありがとう、ありがとね。りょうつん、ここんとこお忙し。え、もう、ここんとこ、どころじゃない。あのね、もう去年のツアーぐらいから、もうずっと忙しくさせてもらってるから、ね。ギフトありがとう。今日もお顔見れてハッピー。イエーイ、ハッピー。リアもこうやってみんなとコメントで話せてハッピーでーすありがとう、優しい。みんな、そしかも受験、キャー、受験でーす受験頑張らなきゃいけないね。配信が毎日の楽しみ、来月の幕張楽しみにしてる。嬉しい、楽しみにしてくれてるの。幕張も来てくれるの嬉しい。本当リオツのこと尊敬。本当ですか、嬉しいですね。大変だったね、でも今日ねレッスンがあったんだけど、ノアミョン、ノアミョンと話してて、リオが座ってたらノアミョンが後ろからハグしてきてくれて、でリオが今日朝5時に起きて覚えたんだよ、褒めてって言ったら、へー、リオさん偉いですね褒めてくれた。ひーちゃんともハグした、イエーイ
そうなんですね。まあでも頑張り時なので頑張ります。頑張ります。充実してるね、しまくってる充実人生をしっかりと楽しんでますねね、3連休めっちゃ盛りだくさんだった。楽しかった。あっという間だったな3連休。みんなと会えて嬉しかった。それだけ期待されてること、そうだよね、そう思って頑張りますギフトありがとう。そう、このさ3日間でさ、普段なかなか会えない人にも会えたしさ、なんか久しぶりに会った人もいたし、やっぱりさ、その東京になんかこう行くこともね少ないけさ、定期的に行きたい。ギフトありがとう。よつみっけ見つかった。見つかったよ。東京公園で転んだ時怪我しなかった？大丈夫？しなかった。なんかいや転んだんですよ、リオ。初めて、もう人生初めてステージでパフォーマンス中に転んで、あの東京の僕との太陽公園、昼公演の時に、そのビバハリケーンっていう曲がそのオープニングで4曲目にあるんですけど、そこでイントロでチュルチュルチュチュチュルルチュチュチュルルチャ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 で、なんか前にいたのをこう後ろに下がるんですよね、リオ。しかもなんかこうかがんだ状態で後ろ向きに下がるんですけど、その時にあの床がめっちゃ滑るんですよ。そう、ステージがめっちゃツルツルで滑って、そのビバハリケーンまでもあのちょこちょこ滑ったんですけど、でそのビバハリケーンのこう下がる時に滑ってドテって尻餅みたいなついて、でなんか一瞬何が起きたか分かんなくてそう、何が起きたか分かんなかったんですよ。スライディングリオツンしてここはどこみたいになって、え、夢？いや夢じゃないと思ってそう、一瞬夢かと思ったんですよ。そう、夢かと思って、え、何これと思って固まったんですよ、ちょっと一瞬ね。で、いやこれは夢じゃないぞと思ってすぐ立ち上がってあの参加したんですけどそう、でもさ、めっちゃショックだった、悔しかった。だってさ、せっかくさ東京、初めての東京での公演でさ、こうリオをね見に来てくれる方もね多かったし、なのにこんな転んでこんななんか姿見せてしまって、まあ事故とはいえね、まあ事故でしょうがなかったとはいえ、転んだのが超悔しくて、そう悔しくて泣いちゃった悔しくて泣いちゃいました。終わってからメンバーからチョコもらった？え、そっか、今日13日か、ほんまよ。そうで、泣いてたらノアピが慰めてくれた。そう、リオが隅っこにいたんですよ、一人で。したらたら慰めてくれました。そう、よつ偉い、やったー嬉しい。待って、コメント読むのめっちゃ遅いね。初見さん、ありがとうございます。岡村リオです。中学3年生15歳です。ぜひフォローしてください。東京公演めっちゃ楽しかった。え、嬉しい。リオツがないと ST 成り立たないと思う。そんな嬉しいですね。
そう、あ、初見さんありがとうございます。4つのセットまた頼もうかな。え、頼んで4つのセット。今52分か。もっと東京でのイベント欲しいね。東京さ、もっと行きたいよね、定期的に。関東済みの方にも会いたいな、たくさん。リオツのメニューボリュームたっぷり。え、嬉しい。リオツの前髪、そう、びしゃびしゃ前髪ね。そう、結構さ、お借り落ちの人って大阪とか東京が多いんですよね。そう、多いんです。だからリオ県外にもさ、たくさん会いに行きたいな。初見さんありがとうございます。ある意味でリオちゃんの転んだ姿見れて幸せでもレアだからねそれを生で見れたのは貴重だよね。そうそう、時が止まりました。え立ち上がりの速さにびっくりした。え、早かった。リオ本当ですか本当よかった。 DMM 配信がさ、ないからさ、なかったじゃないですか。だからさ、残らなくてよかった。ドジっ子リオツン、ドジっ子じゃないもん。なんでそんなこと言うんですか。床が滑ったからしょうがないんですよ。かわいいでしょ。言わないでください、ドジっ子とか。印象バッチリ。コランの子嬉しくないか。ねえ、そんなこと言わないでよみんな、悲しいでよ。ピュン。あ、そうなんですか。秋元真夏さん、ライブで何度も転んだ。ですよね、人間ってさ、転ぶものだもんね。そんなこともありますよね。リオノアね、リオノア。名古屋にも来て、名古屋来たい。名古屋とかさ、行く機会ないんですよね。もう新幹線で通過するぐらいで名古屋あんま行かない。北海道も行きたいんだよね。北海道とか、その遠く遠くにも行きたい。沖縄とか沖縄そのジャンパーどこのかな、どこのかな、え、どこの、どこで買ったかってこと。え、覚えてない覚えてない。イカ悪いだよね、イカ悪いよね事故だよね。あ、55分だ。大丈夫なきゃ。りょうつんが一番目立ったって言ってた。え、誰かが。え、嬉しい。りょうつん悪くない、悪くないね。ありがとう。転んだのをかき消す歌唱力だったから大丈夫。え、嬉しい。嬉しい、嬉しい、イェイイェイ。ヨツン軽井沢が似合いそう。軽井沢？軽井沢って聞いたことあるけどさ、あれどんなん、どこだっけ。あ、ギフトありがとう。それって素敵な女の子ってことですか？略したら略したら。公演の歌唱力今までで一番すごかった。いやでも本当に生で見たら、生で見てほしい、みんなには。リオのパフォーマンス生で見ないと良さが 100% 伝わらないし、そのさ、音の聞こえ方とかもさ、会場とさ、その配信を通して聞くのと、もう全くもって次元が違うだからみんなには生で見てほしいですね。しょろしょろ壇上読もうかしら。ありがとう。軽井沢、軽
軽井沢は長野県の有名なリゾート。そうなの？聞いたことあったけどさ。あ、こっちも生で見たい。やったー。あ、断じめます。13位楽楽さん、ありがとうございます。12位ゆきあきとさん、ありがとうございます。11位レオタンさん、ありがとうございます。10位リザ48さん、ありがとうございます。9位鈴鹿さん、ありがとうございます。8位ワライオンさん、ありがとうございます。7位よしこくくんさん、ありがとうございます。6位ゆずきちさん、ありがとうございます。5位ほりちゃんさん、ありがとうございます。4位カープズきんしくんさん、ありがとうございます。3位まゆえかみよしデーブさん、ありがとうございます。2位ヨネツンさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 ルパン、流れ物さん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。鉛をつん別格、イエーイ。でしょ。ありがとう、ありがとうございました。ごめんね、短い配信でしたが、今日も一日お疲れ様でした。明日は夜かな、多分明日は夜すると思います。みんなもちゃんと寝ようね。レオもできるだけ出ます。ナイツー。あ、まだ58分だった。くバイツーン。バイツーン。おやつーん。おやつーん。おやつーん。グッナイ。Good night. おやつ。Good night, ずん。